最近マジでなんか家政婦毎回違うフィリピン人連れてくるから毎回どこに何があるか教えなあかんくてめちゃくちゃ面倒くさくてちょっと文句言おうかなと思って今毎回違うフィリピン人来んの。あ、すいません日本語わからないって毎回言われる。もうええねこのくだりと思いながら。かわいいじゃん。日本語わからんくだりもうええねん。確かにね、なんか小手屋の人来てほしいね。いやそうやね、前まで小手屋だね、急になんか一人変わり出していった。俺結構そのランページよこせランページ。うんうん、朝寝てるやん俺ら、やっぱ編集終わってさ、うん、寝てる時に家政婦が来ていつもこうピンポンって来て、まあ開けて、うんうん、でいつも通りやっといてくださいで俺また寝んねやんか。けどそれができひんのよ、新しいやつやったら。ここに掃除機があってここにクイックライパーがあってみたいな、うんうん、言わなあかんから気づいてほしいね。そのそうで前の人からね、だから俺がこうマニュアルあるって言ってこうマニュアルあるって聞いたら、あー分かりませんってでけど毎回絶対その毎回来るやつが分かってる日本語があんねんけど、うん、お荷物どこに置いたらよろしいですかの日本語だけバリ流暢やね毎回教えられてんねやろなと思いながら、荷物どこに置いたらいいですかがめちゃめちゃ日本人みたいに喋るから。あとなんかお友様お掃除終わりましたもうバリ流暢いつも